めっちゃさ、ショールームしないといけないこと忘れてて、旅行目なのに。めっちゃ忘れてた、普通に。だから制服も着ちゃってたもん。隠す。しかもさ、今日山崎お風呂入ってさ、上がってさ、まあ、ショールームすること焦ったからさ、今から準備しようって思った時計見て、今何分だろうと思ったら40分って書いてて、ショールームせなって思い出して、40分に気づいて、そう、最悪マジ。だからちょっと今からミュートにしてドライヤーしていいかな。ミュートにしないと多分うるさいでしょ。めっちゃ髪濡れてる今。そう、最悪って思ったマジ。本当にびっくりしちゃったもん。忘れることなんてなかったからさ、普段。ミュートにした方がいいよね、だってマジ忘れてた。はい、じゃあちょっと待っててください。ちょっとこれに関しては乾かさせて。
乾かし終わった。乾かし終わったよ、無事に。なんか前髪今日いい感じかも。オイル欲しい。バサバサ髪の毛。今日めっちゃ髪の毛直毛。まっすぐめっちゃ。ああよかった、マジ忘れてたんだよね。本当にやばい。今日は水曜日、チャーハン貸してね。水曜日だし、髪アイロンではなくて、乾かしてないからドライヤー。なんかさ、めっちゃ2年生ぐらいの頃はさ、なんかさ、ちゃんとね、学校ね、なんか私結構朝起きたら寝癖がすごいタイプなんだけど、そうだから髪があれだから、ちゃんとなんかドライヤーじゃない、アイロンしてある程度まっすぐにして髪結んでたけど、最近はなんか別に学校やしねって思ったし、なんか公演前とかもメイクさんがね、まっすぐにしてくれるのに、自分でまっすぐにしていって、そう、自分である程度まっすぐしてなんかやったんよ。そうだからさ、なんかあの頃はめっちゃなんかちゃんとしてた。そうそう、なんか最近ずっと寝落ちしてて、私気づいたらもう寝落ちしてから、もう自分で寝ようとしてたんだけど、昨日も今日も今日も一昨日とか、なんかお風呂入りとか言われてもわーってなって、ずっと最近ちょっと朝に入るんだけど、でもお風呂、朝お風呂入ったらなんかむくみが取れる気がする。今日めっちゃねむくんでた、目が本当にめっちゃ腫れてたんだけど、お風呂入ったらなんか治った。マジ忘れるところだった、危ない。なんか今日夢めっちゃいろんな夢見たんだよね。なんか一つどんな、なんかいろんな夢見たんだけど、結構プライベートな夢だったからさ、なんかその小太郎の夢を見て、なんか今は私ん家は猫は一匹じゃないですか、コタロウ。けどなんかその夢の中でコタロウのお母さんとお父さんも一緒に住んでて、お母さんがなんか白色でめっちゃ可愛かったな、なんか白の猫で肉球もピンクで、そうめっちゃ可愛かった。でコタロウのお母さんほんと灰色だから、ほんとは灰色だからね。そう 3匹一緒に住んでた、可愛かったもん。なんか学校から帰ってきたら、え、なんかみたいな、急にいた。
でもなんか昨日めっちゃさちっちゃいさあの猫ちゃんを見たの、なんかお母さんがさ見てて猫の動画一緒にそれ見たんだけど、ちょっとだけなんか小太郎も同じ時期あったのになとか思いながら、もうなんか でかいから小太郎。あ、そうでもね、今日ね3時ぐらいにさ目が覚めて、なんか小太郎は眠そうだけどなんか起きてたのね。そう3時ぐらいに目が覚めて10時ぐらいに寝落ちしてたから、多分そう3時5時間ぐらいぐらいに目が覚めて、そしたらなんかお母さんも目が覚めて一緒に、そう目が覚めてだろうね、触ったのこうやってキャットタワーの一番上にいるんだけど、基本的に寝るときとかは、まあ、大体そこにいるんだけど、いつもだからね、こうやって触ったのこうやってめっちゃ気持ちよかったことあるわけ、なんかいつもよりふさふさだった、なんか気持ちかった、マジ小太郎の毛が、そしたら小太郎もなんか降りてきて、でもなんか普通にやっぱ夜だから猫は夜、小太郎猫はっていうか、まあでも大体の猫はね夜型らしいんだけど、朝型かな、どっちだっけ。でもさ夜って何時までが夜でさ、朝何時から朝かとかさ分からなくない？そういうのってさ、でもさやっぱあれかな、日の太陽のあれで変わるかな、やっぱり。じゃあ夏と冬って違うよね。小太郎はね小太郎はなんかまあいい意味で言ったら幸せ太りなんだけど、普通に言ったら食べ過ぎ。私的には3時ぐらいまでは夜だよね。で4時ぐらいから朝。5時はもう完全に朝。てかさ、昨日さボイトレあって、昨日ねダンスレッスンとボイトレあったんだけど、なんかその靴をねレッスン用のシューズに履き替えたんだけど、そのまま帰ってきてしまって、で普通に学校とかにも履いていく靴で行っちゃったからさ、今日学校履いていく靴ないよね。なんかさ帰り道さなんかいつもと違うなって思ってたんよ。そしたらまさかのね学校の靴を、学校の靴とか履き替えるの忘れた。やっぱ500畳もあったって。13位西健さんありがとうございます。12位大さんありがとうございます。
11位シンさんありがとうございます。10位おともちゃんさんありがとうございます。9位ヤシタンさんありがとうございます。8位ちゃんとくさんありがとうございます。7位ウッチーさんありがとうございます。6位赤いグリフォンさんありがとうございます。5位カビチョロさんありがとうございます。4位ソラさんありがとうございます。3位カンさんありがとうございます。2位ステックさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。ありがとうございます。うん、眠た。そう3時ぐらいに起きて、そこからまた寝て、そうお風呂入ろうと思って6時半ぐらいに起きたから、じゃあ5時6時前か6時前に起きて、だから3時から、ね、まあ大体135678時間は寝てる。多分7時間半ぐらい、まあ、7時間かない。朝ごはん食べた。珍しく朝ごはんを食べました。